皆さんこんばんは、キズナ長崎です。今日は仕事帰り道にお友達から電話があって、船で魚釣れたっていうことで、今日は暑かったですね。長崎はちょっと湿度が、明日雨模様っていうことで湿気が多かったです。レオ君スペシャルでございます。笛吹き台よいしょ。薄造りと左側がイサキです。ふーちゃん、最近ソファをこういう風にして、4歳ですからね、学んでますね。くーちゃん、はい、よいしょ。あんたが大将、若大将、ゆっくりいただきたいと思います。今日はアサヒの、生ビール丸エフということでございまして、熱中症気味にまたなってしまったけれども、今日現場でですね、梅干しは食べんばって思った時にクーラーボックスを開けたら、なんとおやつでした。間違えてカキピー持って行ったという、あ、梅干しがないってなった時にも一日本当にきつかったですね。梅干し、私の薬よりも何よりも身近にあったら落ち着くものっていうのは皆様もあると思いますけれども、ゆっくりいただきたいと思います。ろれつがね、喋り続けることがちょっときつかった。今でもちょっとルレズのようカミカミですけれども、あ、こぼした、あ、こぼした、わややな。よいしょ、ゆっくりいただきたいと思います。笛吹き台の薄造りです。もちもちしてました。刺身は新鮮じゃないと笛吹き台は美味しくないし食べれませんからね。いただきます。うん、笛吹き台はですね、とにかくあのもっちもちしてます。身が白身で淡白で、で薄造りにしてもですね、もう弾力が本当にすごいです。まだいどころの騒ぎじゃないですよ。うん、で小さいのはですね、開いて消耗してます。これも笛吹き台です。明日は唐揚げにしたいと思います。うちは IH なんで塩焼きのシステムのあれがない、なかったですよね。で床の時にもたまに出てきましたけれども、カセットコンロもう土台が傷んでしまって、こう4つこうあったところのここがですね、ポキンってなってしまって、使えなくなりました。動眼化線というか、でちょっとテーブルに置けなかったんで鬼付けです。イサキとシイラと笛吹き台のアラ、頭アラ、生姜煮です。ゆっくりいただきたいと思います。また全部食べきらんと思うんです。今日のスポットライトは、負けこねこね触ったバッテンが絆です。絆、おい